はい、皆さんこんばんは。海だけは誰に誘われても絶対に行かない。このサブノーティカってゲームは確か設定がなんか宇宙船かなんかが落ちちゃって、その宇宙船を直すために海でなんか素材を集めるみたいなストーリーだった気がする。で、最初に言っておくと俺海恐怖症です。アークとかもね、セカンドシーズンで海入ってたけど、すごい最初は怖くてしょうがなかったぐらい海恐怖症なんだけど、ゲームですらね。で、ちょっと矛盾するかもしれないけど、俺深海とか、まあ宇宙とか、あとユーマとか、まあ、未知なものだね、未知なものが大好きで、バミューダトライアングルとかよく聞くじゃん、飛行機とか船がなんかそこで沈没とかするみたいな、そういうのもすっごい好きなの。もうやるしかないよね。見た感じだと深海じゃなければ多分大丈夫、結構明るめの海だったから、とりあえずやっていこう。どういう状況？やっぱ不時着したってことで OK かな？まずはこれか。早速動かす？あ、動かすわ。消火器を取って、感度強っ！消火器を使うにはこっちか。OKOK。あ、シュートルよりシーですだね。F8 を押してバグを報告し、フィードバックを行いましょう。緊急モードで起動中。You have suffered minor head trauma. This is considered an optimal outcome. This PDA has now rebooted in emergency. 早くない？文字消えんの。え、なんかずっと喋ってる、なんか誰かが。はい。ちょっと、さ。早くない？展開が。まだついてきてない俺。あ、これ視野角いじれる。俺視野角狭いと怖くなっちゃうから、じゃあ80ぐらいにしとくね。ファブリケーターを使う。なんかいろいろあるけど、まだ使わねえだろこれ。医療用キット製造機。あ、これが拠点なんだ。ちっちゃ。ああ、飛行す。ああ、やばい、ちょっと怖いね、やっぱり。え、もうこれ入れちゃうんだけど。あ、行けってことこれ。早速。The Aurora suffered orbital hull failure. Cause unknown. Zero human life. オーロラ号って言うんだ。ああ、大丈夫大丈夫、全然大丈夫。明るい。この程度なら怖いけど、全然大丈夫。深海とかに行くまでは全然大丈夫かな。とりあえずあそこに行けばいいのかな。あ、でもこの画面超怖い。多分ね、海恐怖症の人は、これすらやばい。でもこれね、これやばいかも。あ、俺って思ったより海ダメなんだ。なんか感受性がいいとかなんだか知んないけど、待って。あ、左下に、O2 だから、45が酸素だ。で、この青いのが多分水分で、黄色いのが、食料か。で、赤いのが HP だね。OK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 。 あ、そうそう、こうやって地面が見えれば大丈夫。ちょっとあっちとかさ、あんま地面見えないじゃん。地面が見えないとすごい怖いね。地面が見えてれば大丈夫。放射線検出行かない方がいいってこと？大丈夫かな。でも行かないと分かんないような状況。なんかだんだん画面緑になってない？大丈夫？放射線の影響ってこと？上がれた。なにこれ。あ、待って、HP 減ってない？気のせい。あ、HP 減ってるわ。やばいやばいやばい。放射線で HP 減ってる。全然気づかなかった。マジ？
こっからなんだ。え、何を失ったんだろう。てか初めての死が早くない？破損してる通信機、リペアツールを使う。なるほど、リペアツールを作るか。医療用キット製造機、お、ゲットした。まあ、とりあえずあれだね、設計図に材料はこうやって全部地図に載ってっから、これあれか、とりあえず海潜って素材集めようねってこと。もうマジ怖いんだけど。放射能があるからあっち行けないから、とりあえずいろいろ集めなきゃダメだな。これ取れたりする？ライジングビード、ライジングビード、あ、取れる。アシッドマッシュルーム、おお、なるほどね。これは取れないんだけど、植物の名前か。ライジングビード、イカスじゃねえか。コーラルシェルプレート、あ、めっちゃマッシュルームある。これは簡単な素材か。何に使えるだろう。あ、待って、そもそもさ、海に潜ってられる時間がさ超少ない。あー、バッテリーに使えるね。てか待って、なんかもう夜になってきたんだけどね、めっちゃ怖い。うわ、夜の海めっちゃ怖い。しかもさ、あ、いや、マッシュルームはこれ簡単に手に入る素材だ。めちゃめちゃあるもん。なんだ書いてある、なんか、ん、石海岸を砕く。あ、チタニウム出た。これでチタニウムなんだ。まだやばい、酸素が全然酸素ね。うわ、夜怖えよ。え、インベントリが満パン。そういえばさ、このゲーム何かしまえるものってないの？全部マッシュルームになっちゃった。紫色の菌類で酸性の体組織を持ちます。あ、あった、ストレージ。なるほど、こんな、あ、ストレージになんかあるぞ。発光ずつ使い捨て光源で特定の捕食者の気を散らす。あー、食われるんだ。ろ過した水、水だ、普通に水だね。栄養ブロック、オーラ号から回収した高密度の加工食品。はあ、早くさ、この栄養ブロックとろ過した水が作れるようにならないとやばいよな。ストレージ満パンになっちゃった全然入んないじゃん、マジか。ちょ、マッシュルーム取りすぎたんだけど。あのね、チタニウムはめっちゃ使うけど、マッシュルームはこのバッテリーにしか使わんわ。だからマッシュルーム捨ててこよう。おお、なんかいた。え、怖い、マジで襲ってこないね。この目がでけえデメキンみたいなやつと、さっきのマンタみたいなやつ、あと、こいつ、こいつなんだ。凶暴そうじゃない。え？あ、なんか巻いて逃げるみたいな感じか。へー。え、なんか巻き散りすぎじゃない？これダメージ受けない。大丈夫だよね。あ、金属くず。これもなんかレアそう。ブーメラン。え？魚だ！なにこれ？魚持ってる。魚が武器ってこと？これなんだろう。こいつよく海じゃなくてのに生きてんな。こいつこいつしまえる？あ、しまえるわ。満腹度プラス8。あ、食料だ。 H2O マイナス3。 H2O ってことは二酸化炭素か。どういうこと？二酸化炭素マイナス3ってどういうことだろうね。これはなんだこっち、気持ち悪いな。名前出ないね。え、待って、待って、金属くずめっちゃでけえ。え、これですぐ満杯になっちゃうじゃん。あ、違うわ。金属くずは材料じゃない。チタニウムにするんだ。まあ、チタニウムの材料か。これは、ファブリケーターで、あ、これだ、青くなってる。おお、あ、4つぐらいになったのかな。面白いじゃん。まあ、全部チタニウムにしちゃおう。で、チタニウムで標準酸素ボンベ、いいじゃん。おお、新たな設計図が利用可能になりました。大容量酸素ボンベ、なるほど。こうやっていろんなもの作れるようになるってことね。あ、もう勝手に装備されてるんだ。
なるほど。で、ここ他にもいろいろつけるところがあるんだな。まずは海での探索をあれだな、快適にしたいよな。え、植え始めてる。あ、そっか。いや、これ忙しいな、これ。そしたらこのブーメランを食おう。食おう、食った食った食った。一瞬なんだな。ちょ、ブーメランいっぱい掴めて食うか。この栄養ブロックとかさ、75も回復すから、こういう時は俺貧乏症だから、いざという時に使いたいね。あ、酸素容量が75になってたね今。なるほどね。30秒増えたってことだな。このエイ捕まえらんねえのかよ。ブーメランいた。あ、何？ビーパー。この目玉できるやつも捕まえられたんか。ビーパーは、お、満腹度12だ。いいね。で、ブーメラン食って、待って。あ、H2O ってあれだ。やばい。待って、H2O 二酸化炭素じゃねえよ。何言ってた？ H2O は水だ。CO2 だよ、二酸化炭素は。そっか。だから水がいるんだ、食うと。やばい。でも水、ろ過した水ってどうやってゲットするんだ。まあいいや。とりあえず今は緊急事態だから、初めからあった水、作ろうか。作ろうかじゃねえや、飲もうか。ろ過した水。これなぁ、作るさぁ、あれ不明なんだよね。ほら、ろ過した水、材料不明ですって。どうするこれ。防水ロッカー、水上で固定可能な小さなストレージ。作ろう。どうやって置くんだろう、これ。あ、置けた置けた置けた。あ、なるほど。そういう感じが、OKOKOK。で、ストレージ、あー、でも全然入んないね。まあいいや、とりあえず、チタニウムとかいっぱい持つのもあれだから、縛っておこうか。あ、やばい、食料回復すると H2O が減っちゃうからダメだ。え、待って、どうしよう。水がもう、1個しかない。え、やばい。あ、なんかある。なんだこれ。ビーコンのフラグメント。え、取れない。なにこれ。また、どうにかしてさ、水を摂取する方法を見つけないとやばい。なにこいつ。ブラダビッシュを拾う。こいつ水になったりしない？満腹度6か。え、この種の固有の外皮は天然の水ろ過膜と使用できる。え、じゃあ、ろ過する水作るの、こいつ必要ってことじゃない？あ、やっぱあれだ。お、違う。え、こいつだけで作れんじゃん。あ、そうか、海水をこいつをろ過の、理科でやったさ、紙の代わりにするってことか。あ、こいつが水だ。これだ。水。ろ過した水。ナイス。じゃあ、こいつを大量に捕まえるべきだな。痛い痛い。でも、こいつらさ、割とさ、あれないよ。こっち、キモこいつ。キモこいつ。こいつ、深いとこにいんだよな。手が待って、あれだ。このビーパーとかさ、ブーメランさ、あれなんだけど。料理できるわ。何にもなくても、これだけで料理できるわ。だよって。何も変わってなかったろ、今。元のビーパーが満足度プラス12で水がマイナス7だけど、すごい。調理プラス32でさ、水もプラス5されんじゃん。あ、ブーメランもそうだ。へえ、なるほどね。料理しねえで生で食ってたから水分持ってかれてたんだ。このパイプってのが作れんだよね。パイプを連結させることで離れた場所に機能しているポンプから空気を送ることができます。で、こっちが浮遊式エアポンプ。パイプに空気をポンプ輸送する水上デバイスです。パイプの開始点として働く。よくわかんないけど、まあとりあえず作ってみるか。で、パイプも作ってみると、チタニウムなくなっちゃった。全部あんなにあったのに。待って、このゲームさ、おもれこれなー、アークに似てるわ。この徐々にいろんなものが作れるようになっていく感じ。あ、俺こういうゲームめっちゃ好きなんだな。これどうしたらいいんだろう。使い方がわかんねえ。あ、それそういう感じなんだ。あ、出た出た、パイプ置いてみよう。あ、置けた置けた置けた。あ、なるほどね。
ああ、そういう感じか。まあ、とりあえずいいだろう。何に使うかわかんないけど、まだ、使えないっぽいな。とりあえずもう何も作れなくなっちゃったから、一旦あれだわ。探索だ。まだ行ってないとこ行ってみるか。なにこれ？ギャリーフィッシュ。えぐい見た目してるやつ多すぎん？おい、なに？びっくりした、なに？うわぁ！なになに？なにに動きされた今？え？なににやられた？さっきの赤やつ？え、びっくりした。なに？おぉ、まだ！え？なんか、今見た？ラフレシアみたいなのを開いて、そん中から出てきた？え、わかんねえ。医療用キットがまた作られてる。え、これ時間経つと勝手に海峡の医療キット作ってくれるってこと？あ、そうだ、前ゲットしたやつとは別にゲットしてるわ。処理済みの包材、流血を止め、傷口を消毒するために当てる。え、これ回復はしないんかな。あ、回復して回復して、50回復だ。オッケーオッケーオッケー、時間で作ってくれるんだこれ。あ、これさ、チタニウムの下にさ、チタニウムインゴットってのがあるわ。チタニウム10個で作れる。チタニウムインゴット。おお、鉄みたい。これでなんか出ないか。あ、チタニウムインゴットはもともと設計図の中にあるね。あるものは作っても出ないっていうことが。は？これは？これは？あ、魚じゃないわ。なんかある。未知の卵。え、これ拾って大丈夫これ？お前の卵？しっかり俺は育てたるからな、お前。あ、まだ、あれ、石英？石英？石英？石灰岩を砕く。お、銅鉱石。あ、ここいい、なんかいっぱいある。ちょっと一旦ここでいっぱい取ってこうぜ。よーし、全部取り終えたわ。オッケーオッケーオッケー、これなんか作れんだろう。うわ、やっぱりそうだ。え、追っかけてくる。ホーミングだ。あのラフレシアみたいなやつに隠れてるんだ。変な突撃。なんかいっぱいいる。なにこのちっちゃい魚。なんでこんないっぱいいんの、よくわかんねえな。これ金属？オッケーオッケーオッケー。あ、そうだ、バッテリーに銅鉱石必要だった。バッテリー作って、これなんかに必要だったぞ。お、パワーセルが作れるようになった。あ、石英はあれだ、ガラスになるね。作っておっか。これだ、スキャナー、生物データや技術設計図を獲得できる分光スキャナーです。え、これもしかしてめっちゃ必須アイテムじゃない？おお、それっぽい。で、もう一個なんか今あったな、道具で。あ、作れなくなっちゃった。バッテリーがねえか。フラッシュライト。あ、バッテリーめっちゃ重要やつか、これ。なあ、もう一個作れんじゃん。作って、道具のフラッシュライト。これは単純にあれでしょ？だから暗いところを照らしてくれるっていう、あの、俺専用のアイテムでしょ、これ。ホラー耐性とか、なんかその、海耐性がない俺のために作られたやつでしょ。おお、思ったより明るくなるね。あ、めっちゃ今いいじゃん、夜だ。で、使うと、そんな明るくならない。え、これどうやって付け合わせんの。あ、こうか。あ、できた。この枠固有の生命体ライシングフィード。これ全部ちょっとやっていこうぜ。コーラルシェルプレート。え、2時間後に量子爆発が起きる。どうすんのこれ。え、周囲の放射線レベルからオールラボのドライブ効果危険な状態のことが示されました。2時間後に量子爆発が起こられると見られます。これは放置しといて大丈夫なのかこれ。え、腐敗仕掛けの調理済みのギャリーフィッシュ。え、これ腐るんだ。調理済みでも腐るんだこれ。
あ、こんな感じでコーラルシェルプレート、テーブルコーラル、ライジングビードの、なんだろ、生態系みたいなのがわかるんだ。まあでもあれだな、植物関連は、なんか、そこまでなんかあれだね、役に立つような、情報はないかな。でもなんかこう、読み込まないと全然わかんないことがある。あれもあるかもしんないな。まああれやな、腹と水を満たして、今回ここまでにしよっか。いや、面白い。びっくりした。あのね、ワンチャン怖すぎて、もう俺、パート1でボツ。できない。だからもう動画も出さないし、ひっそりと俺のサブ、脳付け実況は終わるのかなーとも思ってたけど、やれる。全然やれる。多分今後ね、深いとこ潜るとすごい多分俺が発狂するような怖いとこあるかもしれないけど、面白いから、まあ最悪、そういう怖いところは生放送で、まあ一人じゃなくて、こうみんなとやれば、多分大丈夫。で、俺が、まあもちろんあの、PV 見て面白そうだなって思ったのもあったんだけど、レビューで、なんだっけな、なんか私は海系統のゲームをいっぱいやってきましたが、これほどまでに海の怖さとワクワク感を体験したゲームには出会ったことがありませんみたいなレビューを見てやろうと思ったんやね。あの、このゲームめっちゃレビュー高いんよ。はい。てな感じで、まあ、無事、クリアまで続けていくと、なんか、ネタバレにならない程度の、その便利なアドバイスがあったら、ぜひくれ。さらば。